どうも今日はよろしくお願いします。寒くて寒いですね今日は。どうも今日はよろしくお願いします。頑張りますよ。こういうとこからこうパッと羽織ったりするとこから前掛けこうしたらいいですかね。大丈夫大丈夫ですか。僕52です。45年生まれです。あ、本当ですか。はい、博多の名物おっさんで検索していただくと、博多の名物博多の名物を入れると全部出てくると思います。名前が本当湯川さんね。はい、そうですそうです。誰かが言い出してそれからキクリンになりましたね。大先輩ですよ、キクリンとか仲間加藤センス持って応募しようかないかです。いらっしゃい。頑張ってやります。これ頑張ってやります。これ
いよ、もう俺の写真も撮っていいよ。フリー素材やからね。何使ってもいいよ、俺の写真もね。帰りと一緒ってください。いいよ。ラスト。はい、8000円。寒ないですか？大丈夫ですか？次何名？例えばレアとかウェルダンとかみんなこだわりあるじゃないですか。けど僕そんなこう鉄板焼きしよった限定そんなうまく焼けないんですよ。だからあもう焼き石使って焼いてもらおうと思って、塊を焼いてカットした方が美味しいのは美味しいんですけど、うちはもう最初からカットして提供を早く、僕はステーキ食べて嫌だったのがフォークとナイフがちょっと苦手なんです。だからお箸でも食べれるようにした方がいいなと思って、もうカットしてあげてて、そしたら老若にゃんにょ食べれるじゃないですか。お箸で食べれるステーキを作れたらいいなと思ってますね。よいしょ、ねえ、食べり。対馬から来たん？対馬です。ああ、よかった。まあ、鹿の島って言ったら、はい、夏のイメージなんですか？ああ、いや、週末は多いですよ。あ、そうですか。こっち見てください、多分。どうぞどうぞ。多分どこも行列ができてるんじゃないですか。カレー屋さんでしょ。カレー屋さんも待たれてあるでしょ。奥はあの、奥有名なあの中西食堂。中西食堂さん。はい。まあ、あとそこ、ゆうさん。ね、ゆうさん広いんであれなんでしょう。おお、大きくなった。もう身長近くなるんじゃない？島の子です。こんにちは。こんにちは。あ、北の島のお住まいの何、はい、地元の子なんですね。こんなちっちゃかったのにもう。へえ。めっちゃ大きくなった。どうですか？どこ行くと？あ、今こうちょっとなんか頼もうかなって。あ、うちで？はい。おお、いいよいいよ。じゃあ、はい、ご注文。あ、そうです、そうです。
あ、そうですね。いやそうですよ、あのね、歌もいいよね、あの歌ね、最高やな、あの歌。どの歌ですか、あの歌。どの歌ですか。あれあれよね、ヒットした。じゃあ歌ってもらおうか。題名は分かるっちゃけどね。東京から、あ、自分は東京から、またぜひ福岡来てください。また来ます。交差してる。あ、お願いします。3、2、1。オッケー。またね。ありがとう。ありがとうございます。いいかな？はい。どうしようか。はい。はい。チーズ。はい。チーズ。オッケー。はい。チーズ。はい。チーズ。オッケー。オッケー。ありがとう。ありがとうございます。またおいで。またまた。いいよ。本当？いや、俺フリー素材やけど何目隠しちゃんで出したっていう。ありがとう。またね。おい、焼き石を2つ。はい、ね、狭いとこでごめんなさいね。どちらからですか。大牟田からです。あ、大牟田から、はい、バイクで真っ直ぐ来れば1時間半ぐらいじゃないですかね。寄らず。はい、どうぞ。ナスープになります。お待ちください。はい、はい、ですね。はい、失礼いたします。お好みで焼き石で焼かれてください。はい、サーロインで。いただきます。ごめんね、さっき食べれない。どうぞ。ウーチーはどうか。はいよ。やば。ハンバーグ美味しいやろ。食べおいで、今度また。はい。ね。はい、どうぞ。失礼いたします。2麺が入っておりますね。お先に猫の取り材を取ってから、ハンバーグ入れてください。やっぱ、バリうまそうやん。自分今日北九州です。北九州の大学に、大学の友達です。はい。
よし。皆さんその乃木坂つながりですね。はい、お父様も内容みたいな、はい、はい、はい、菊川さんはその与田さんとかだと聞いたことある、はい、ありますよ。ためにあのお母さんたちとかですね、同級生とかも一緒に、その与田さんと同級生も、はい、いや普通に近所の子供ですよ、僕から見たら。向こうから見たら近所のおっさんじゃないですか。はい、ご飯とタレを5番さんにもお願い。いいですよ、いいですよ。どっちも行きますか。醤油もソースも差し上げて、あと石も1、2、3個、石皆さんお持ちしますんで、そのままフリーズしてお待ちください。たこ焼きで、よいしょ。はい、サーロウィン、これのうまい棒、はい、よし、このこう濡れたうちに巻くのがポイントなんですよ。これは乾いて巻くとダメなんですよね。じゃないとね、乾いて巻くと卵とうまい棒みたいな味になるんですよ。こうして巻くと食感が濡れた段ボールみたいな食感になる。濡れた段ボール、そうそう、濡れた段ボールの食べたことありますか。濡れた段ボール、ちょっと今カメラ回っとう時に限って巻くのが下手い。何やろうね、こんな感じやもんね、俺。はい、お待たせ。それね、箸で切ろうと思っても切れんけんね。はい、もう箸が折れる。ガブリつきます。でカメラに向かって食感を言ってやって。濡れた段ボール。ガチで。ありがとうございます。お気をつけて。はい、頑張ってください。大工またね。バイバイ。決まった。はい、はい、上がって。ちょっと待ちくださいね。あ、ゴーグルいきます。ちょっと待ちください。はい、3番。
おいしい彼女。おいしい。さっき来た熊本の子にようにとよね。似てる。これでまた戻ってきたのかと思ったもん。じゃあ何かあったり関係そこ電話番号だけ書いて。大丈夫？石持ってきちゃろうか。石っぽいですか。はい。石お願い。まああれは博多だと全然縁もゆかりもないんですけど、やっぱ他の人より少しだけ夕日が見れたらいいかなと思って、こっちにかっこいい理由かっこいい潮の香りと波の音しか聞こえんようなところやけど、人様よりちょっとだけ贅沢があって、それは夕日がいつも綺麗に見えること。よろしくどういい感じ、いい感じ、いい感じ、いい感じ。前来たね。来ました。もう3回目ねえ。覚えとうよ、覚えとうよ。いつもこういう感じなんですか。もうみんなもう面白おかしく、あと写真撮りまくってますずっともうずっとこのテンションですね。もう誰に対しても分け隔てなく楽しいね、はい、そう社長ですけど社長らしくない久しぶりじゃね、一緒にね。ほらおりゃおりゃ、これ食べなさい。ほらよしよし、OK。 ありがとうございます。はい、いえ、いや、キクリンシールとかもらってましたもん、その時。それ高いですよ。本当に。何個あったら980円。はい、ごめん。あ、どうした？あ、どうした？お金払ったの？お金。あ、今帰ろうとしてたもんね。お金払う。お金。はい、警察呼んで。右足早いぞ。右足早いぞ。ちょっと待ってね、ハンバーグはね、もうちょっとしてあげるけんね。ごめんね。よし、もういらんとなもん、もうやろ。食べな、若者は。食べてなんぼやろうか。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ちゃんと帰っちゃね。またね。また。来るとだろ、まあ、来ます、また。ありがとうね。ありがとうございます。またね。はい、良い年迎えてよ。また来年もね。はい、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。いや、こちらこそ。また、ぜひ、メッセージ的なもの。はい。どうも今日は、肉最強伝説鹿の島店に、ありがとうございます。あげとるやないか。うち福岡市内、5店舗ございますので、福岡、そうですね、市内近郊にも含めて5店舗ございますので、ぜひ福岡に来たときは遊びに来てください。よろしく。